はい、Jチャンネルです。皆さんお元気でしょうか。今日はね、6月30日、6月ももう終わりなので、一本ね、動画を作ろうと思ったんですが、今日はちょっとね、胃カメラをね、もう何年ぶりにも飲んできたかやってきて、ちょっと気分が悪い感じですよね。僕はね、はっきり言ってね、もうね、ポンコツヘタレですから、注射打っても微熱が出るタイプなんですよ。それがカメラが体に入るともう体調がガタガタになってしまって、本当にね、見た目よりかポンコツ体質なんですけどね。やっとこう、ちょっとまあ調子が良くなったんで、夕方からね、一本ね、6月も終わりだということと、まあ反省と、まあ7月に対してのね、抱負とか、まあ予定みたいな感じをね、発表とか、まあお知らせとか、まあ雑談みたいな感じでね、まあ聞いてくれる方だけにね、お送りしたいと思うんですけどね、よかったらまあね、聞いてみてください。ということでね、胃カメラ、十何年ぶりかな、もう胃カメラ全然やってなかったんですよ。なんていうか飲むやつの、飲んでこうやるやつ。カメラはね、もう、うわっとなったんで、もう十何年飲んでなかった、やってなかった。あとバリウムかな。バリウムだけは、まあね、定期的にやってたんですけれど、まあ、ちょっと胃が痛くてね、本当に。で、ネットで調べたら、もうなんか胃が痛い、胃がん、もう2ヶ月ぐらいで亡くなったとかね。そういうのを見るともう、いやー、がんになって胃がんかなとか思って、遠い親戚のおじちゃんが胃がんだったんですよ。肺がんかな、肺がん、あ、そうか、関係ないか。なのでね、ちょっとこう塞ぎ込んでましたけども、行ってきたんですが、もう痛いばっかりでね。ただあの看護師さんがね、背中をさせてくれて、すごくね、優しかったなという感じですけどね。で、結局は、結果はね、全然全く何もなかったと。まあ、健康という。ちょっと胃が、まあ、ストレスなんでしょうね。ストレス、いろいろこう考えることがいっぱいあるんでね。ストレスがないように見えても意外とあるんですけど、ね、でも意外とないんですけどね。どっちなんでしょうかね。わかりませんけど。ということでね、ちょっと重大でもないけど、お知らせが一つだけありますので、まあ、数ヶ月前にですね、メンバーシップをやったんですが、これがまた結果は出てないが、ちょっと、あんまり良くないと。というのはですね、システム上で iPad から見れない人が続出で入れないと。で、メンバーになったけど動画が見れないとか、そういったのが不具合が、操作かなんか分かりませんけど、こうちょっとね、トラブってるんですよ。なので、ここをやめようかどうしようかと思ってるんですけど、今シルバー会員と、まあね、ゴールド会員しますけど、シルバー会員はとりあえず、まあね、今月でやめて、ゴールド会員1本にしようと思いますので、何名かはね、入ってくれてるので、シルバー会員の方はちょっと1回今月ね、ちょっとなくなりますので、またね、やめたらまた多分その戻ってくると思うんですよ。そのやってるやつはね、それも継続じゃなくて、もうお金は引き落としはないと思いますので、ちょっとこうお知らせだけしときます。ただメンバーになっても見てくれない人が多いんじゃないかと思うんですよ。ただ問いかけても全然返ってこないから、1人2人3人ぐらいでしょ。見てくれてんのかなという感じでね、やっぱりこの、スマホで見てくれてる方が多いから、なかなかこのたどり着けないというんですよ。ちょっとこれはね、YouTube さんのシステムにもちょっと難しいのがあるんじゃないかなと。パソコンなら見えるんだけど、スマホでは見れない、特に iPhone なんかがね、見れないという声が続出なんで、ちょっとここらは考えなきゃいけないなというところでございますので、ちょっとご了承いただきたいと思うんですけどね。またね、見れないですかね、どうしたらいいんでしょうかっていう、ちょっとクレームに近いのもあったんですが、一応お答えはしたんですけどね。だから見てないのにこう動画を上げてもどうかなと思ったので、ちょっとストップしてますので、まあゴールド会員だけは一応またね、動画とか作ったりもしようと思ってますけれど、まあ質問に関してはね、メンバーさんが入りましたらもうね、質問はまあ優先的にメンバーの方にしようと思ってますので、リクエストに関してもね、まあ、前の動画で言ってますのでね、あんまりこうそこを見てもらったら分かると思うんですが、ね、いつも見てます、お願いします。じゃあちょっと僕は最近これ何を作っていいか分からないので、ね、詳しくね、弾き方が教えてくださいとかね、最近もありましたけどね、Cメジャー7とかこう弾き方がね、どうでしょうかっていうのがありましたんで、まあ、そういった感じに関してはお答えしようと思いますし、もしできる範囲であったら動画もね、解説で作っていこうとは思ってますのでね、そこらをまあご理解とご了承いただきたいと思います。まあ、ギターに関しては1本ね、まだ紹介してないのが紹介しようと思ったんですが、これがね、ペグが壊れちゃって、もう吸ったもんだですよね。で、ペグが壊れて修理出して2週間経って、また帰ってきたら、
傷がついていたと。でまたこうぐちゃぐちゃなって、結局最後はね新しいのと交換してもらって、もうやっと帰ってきた状態で、今チェックしてる状態なんで、また近々ねレビューもしたいと思いますので、あと何部か上がりますし、防音の方もねそろそろ紹介しようと思いますし、マイクのねレビューなんかとかね、これすごいいいマイクをね、マイクをね変えるんですよ。またこれもまた動画にしますけどね、今ちょっとね使ってるマイクがもう古くなっちゃって、新しいのにしたいなということなんですけどね、実はちょこちょこテストをしてますので、あら音が変わったなと思ってる方も、気づいてる方もいると思いますが、ヘッドオンで聞いてくんないと分かんないかもしれないですね。そんな感じですけどね、やっぱりだからそのメンバーシップのことをねちょっと言いたかったんですね。変えますよということでね、一本に絞りますよということで、まあどうなるか分かりませんけど、やっぱりこうスマホで見れないんだったらなかなかねやっても意味がないのかなとは思ったんですけれどね、そこらはもうシステム上の問題なんで僕としてはどうしようもできないのでね、ちょっとこれは考えるところなんで、まあ保留にしときます。なので、まあ動画は上げていきますのでね、よかったらまたね質問なんなりいただければと思います。この区別と差別とかするようなんですけどね、メンバーシップに入ってる方はねスタンプが来てるんで、とかあとチャンネル登録してくれてる方はもうちゃんと印があるので、チャンネル登録してる方はとかメンバーシップの方はもう分かるので、すぐにね、できるだけお答えしようとは思ってますのでね、よかったらチャンネル登録であったりとかね、メンバーシップであったりとか、できたら入っていただければ嬉しいと思います。はい、強制ではないですけどね。でちょっとネタバレ的になりますけど、さっき言ったようなね6年ぶりでねコンデンサーマイクを変えるという企画は今出ますので、その中で、ちょっとプレゼント企画はちょっとできないかもしれないんですけど、コンデンサーマイクに関しての質問なんかをねコミュニティから募集してますので、コンデンサーマイクにしようかなと思っている方はねぜひね聞いてもらいたいと思います。本当に初心者から、中級上級ぐらいまで使える感じのねコンデンサーマイクの紹介とか、何が必要なのかというところから、ある程度音の比較とか弾き語りもやっちゃうし録音もやっちゃうかもしれないので、そこらはまたね今ちょっと打ち合わせ中なんで、またねあれですけどね近日公開なので、とりあえずマイクの方ですね、コンデンサーマイクにも興味がある方は質問なんだりとかねしてもらったら、質問の中でプレゼント企画あるかもしれないし、まだないかもしれない、そこらはまだちょっとね決まってないんでね、難しいところですけどね、そこらもう、もしあれだったらねプレゼントがあるから質問するというのもいいんだけど、本当にねコンデンサーマイクをしたいとか録音した時にいい音でやりたいというのがありましたら、ぜひコンデンサーマイクねしてもらいたいと思いますし、やっぱりこうちゃんとしたねメーカーでいいやつでやれば音もいいが、うまく取れますので、そのやり方なんかもね、やっていこうと思いますのでね、やっぱりこうギターの弾き語りだけやるのもいいと思いますけど、録音して自分のものを見返すであったりとか記録で残すというのがいいと思うんですよね。突き詰めていけば CD にするとかね音源にするとかいうになってきますけど、そこまでいかなくても動画でやるとか、ちょっとまたそこは難しいんですよね。動画で撮るやつと CD にするやつとは全くもう別個の話なんで、配信とかもね、なので、ゆくゆくはねこのちょっと防音のこのスペースルームができたので、配信もしていきたいなと思うんです。なかなかいい画像でいい音質でやるにはちょっとまたね試験的なもんとか勉強とか機材なんかもいりますのでね、そこらはまたちょっとまたね、考え中なんでね、ぜひお願いしたいと思いますけれどね。でね、この動画見てくれたら、最近ね動画がね300ぐらいしか見てくれない、前は1000個とかね3000とか言ってたんですけどね、最近は300ぐらいかよく言って1000ぐらいですけどね、解説動画しないと上がらないのかなと思いますけど、本当にね300とか500とか1000とかね、本当興味のある方を、大事にしていきたいなと思ってますのでね、ぜひねコメント何なりいただきたいと思いますが、はっきりとは決めてませんが、7月からいろいろね変えていこうと思ってますので、これを変えますという発表はしませんけど、こうなんだなという、後々分かると思いますけどね、7月からまた新しい企画であったりとか新しい試み、やっぱりこう防音ができたので、やっぱ結構またねDTM であったりとか録音であったりとか、そういった質問なんかもねどんどん受けていきたいし、機材のレビューなんかとかねできたいし、解説動画はもちろんやりますけれど、そういった意味でちょっと幅広くやりますので、皆さんも幅広くねちょっとこう戸惑うかもしれませんけどね、一応僕の好きなことをねやっていこうと思うんですよ。これもう僕7年間ぐらいね解説動画やったでしょ。でそろそろね自分のためにねチャンネルを本気でやってみたいなと思ってたんですよ。
なので、まあ、再生回数も気にしますけど、まあ、別にスポンサーがついてるわけじゃないので、とにかく自分の好きなことをやりながら皆さんが楽しんでくれる動画を作ればいいなと思ってますので、まあ、方向性も変わってくるし、まあね、視聴者も変わってくると思います。今は最近ね、コメントくれる視聴者は変わってきてますね。だからやっぱり何年か周期で変わってくるんで、まあ、それはまあそれでしょうがないと思いますのでね。ただちょっとまあ言い方とかね、なんかねコメントなんかもそれはまた別にやりますけどね、こう喋り方はねもう変えられないですよね。例えば僕の喋り方がいいよという人もいるし、いやいやという人もいるし、僕は例えばね、誰とは言いませんけど、はいこんにちは皆様という人もいるの、あの解説動画ね、こうちょっとこれ僕は真似できないなと思うし、聞いていてちょっとこうなんかイライラするので、僕は僕のペースで、でこれで会う人が見てくれればいいしね、会わない人はもう見なきゃいいし、でまた本当にちゃんとしたその要望であったりとか、ちゃんとしたコメントくれればそれにはお答えしますけどね。最近リクエストやってくれないんですねみたいな感じの来ますけどね、まあなんとかやってくれなくて参考にしてたんで残念です、そういうもあると思いますけどね。それはまあ知らんですよ知らんですよって、まあ、冷たいんですけどね。それはやっぱ本気でね、ギター弾いてて、ね、動画も出してくれてね、こう本気でやってますよみたいなのが伝わればね、それは僕も本気になりますけどね。何にも動画も出さない、何もしないんじゃちょっと本気だとは伝わってきませんので、まあそんな感じでしょうかね。はい、という感じでちょっと胃カメラがねなんか残っているような感じもしますが、今後ね6月30日ね、これが多分うまくいけば、まあ、9時頃ねアップすると思いますので、よかったらまたね次の動画を見ていただきたいと思いますけどね。はい、ということで、まあ梅雨になってくるでしょ。梅雨になってきたらやっぱりねギターの管理が大変だしね、ギターもねもう欲しかったんだけど、梅雨は買っちゃダメだね。梅雨が終わったらまた欲しいなと、欲しい病が出てくると思うんですけど、まあちょっとこれがないとねなかなか難しいですけど、はい、という感じですかね。またまあ雑談になってしまいましたけどね、また J チャンネルね、お暇な時がありましたらぜひ見ていただきたいと思います。はい、6月30日 J チャンネル J でした。ではまた次の動画でお願いします。